皆さんこんにちは、ムルチャンネルです。ムルチャンネルのお料理教室ということで、いよいよ私たちいただくわけなんですが、先生すごいですね、お料理。私たちがやったものの他に西野先生が、さっておいてくださいましたので、はい、これ先生簡単に説明していただいてもよろしいですか？はい、これがアスパラガスとサーモンのムース、はい、アスパラガス、これシャルロット仕立てって言うんですけど、はい、あのよくケーキであるシャルロットのアスパラバージョンみたいなお料理になっていて、中にサーモンのムースが入ってます。はい、サーモンのムースっていうのは、あのサーモンをどういう風に、普通にあの蒸したサーモンと、あとあのスモークサーモンを合わせてるんですけれど、ちょっとこれなんかどういう風に開いてみて、どうぞどうぞ、あの召し上がってください。ムースがね、あの召し上がってくださいね、はい、で、このソースは可愛いハートになっておりますが、先ほど使ったビーツのソースとマスタード、はい、マスタードのソースですを、丸をですねポツ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 とやって、真ん中をねシューってやることでハートになるわけでございます。ゆみさんもねやっていただいてね、はいはい、そうなんです。でこれが衝撃的、なんか新玉ねぎのスープ、これは玉ねぎと水だけ、とお塩だけなんです。こう新玉ねぎの甘みがあるので、もうコンソメとか入れなくても、すごく味わってみてもいいですか？召し上がってください。いただきます。美味しい、甘い、茹でにかかってるのが海の殻で取ったソースです、ね、ちょっとこう茶色いソースが入ってるんですけど、これがまた濃厚ですね。美味しい、ね、合いますよね、玉ねぎとね、エビの殻で取った、エビ、あれ玉ねぎとお水をブレンダーで混ぜ混ぜしたものと、上のソースはエビの殻をやっぱりブレンダーで細かくです、ソースは煮込んで、ですね、煮込んでからいろいろ香味野菜と一緒にちょっとまあ煮込んでこう、ソース取るやり方があるんですけど、新玉ねぎはあのお塩とお水で茹でてからブレンダーです。これすごいでしょ、素材の味そのものって感じ、子供、離乳食代わりとか、お年寄りでちょっとね、歯が食べなかったとか、全然なんか介護食って言ったらあれだけど、栄養価がたっぷりあって飲みやすくて、すごい、でそんなに大変じゃないですよね、茹でてブレンダーね、こんなになんかなんかいろんなものが入ってるような、美味しいですよね、これ。でも、もしかして玉ねぎ嫌いな人もいける感じですよね。そうかも、こうやってなんかなるべくこうちょっと本格的なものと、ちょっとこういったテクニックがいるものと、まあ、簡単な、こう合わせてやらないと時間的にもね、なんか間に合わなくなっちゃうし、あとね、難しいのばっかりもね、お家で作れないとあれなので、そうよね、そうですよね、まあちょっとここの辺は難易度が少し高いのであれですけど、これとかこれとかならご家庭で簡単にできますもんね。ドレッシングさえなんか覚えればね、いいかもしれない。今日のは女性にいいものが、あと最後にこれ、あ、なんかすごく、おいしい、とうもろこしみたいな、おいしい、なんかうまみがある、あれなんか私、今まで味わった、そうそう、今まで食べてたのなんだっけみたいな、ちょっと違いますね、とうもろこしのみたいな味ですね、
あと最後にこの女性にいい、なんだっけこれ、ザクロ、ザクロもね、振りかけました、うんうんうん、はい、美味しい、うん、先生これお料理教室はもしお申し込みした場合は月に何回の教室とかっていうのは決まってるんですか？あ、そうか、毎月1回、うん、同じメニューで何日かやってますので、うん、そのうちの1日を来ていただいて、うんうん、月によってメニューが変わる形です、はい、え、おいしい、おいしい、ね、もう色がね、テンション上がるし、うん、なんか女性性にいいし、うん、そう、彩りですよね、うんうんうん、こんな赤尽くしの食材初めてあのさ、なんていうの、洋食でこうやってまとめるのが、うん、意外と綺麗ですね、うんうんうん、なんかいろんな色を入れなきゃいけないってこう思い込みだったのね、これも、それもありますよね、やっぱりいろんな色を混ぜるのも綺麗だし、うん、なんかそれお洋服とかと一緒ですかね、なんだろう、まあそもそもね、多分センスがないんですよいやいや、ありますよ、すごい素敵ですよ、ユミさんのお嬢さん、この教室通ったらやばいですよ、ユミさんのお嬢さんね、芸大の学生さんなんですけど、そうそうそう、相当ね、まあこういうの好きよね、だからね、こうデザインするのが、あれだってお弁当のやつ先ほど見せてもらいましたけど、もう雑誌のようですね、もう好きな方は本当にお好きですよね、凝り性なんですよね、やっぱりすごい綺麗に作られる方もいますよね、やっぱりお嬢さんなんか絶対そうそうそう、すごい凝り性、絶対なんかこういうのやったらさ、ね、斬新な発想、ね、思ってそう、見てみたいですね。見てみたいですね。お母様ってこんなに斬新だった。そう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 。逆に怒られる、もうママ何やってんのって、もうこの番組見て、そうそう、違う、ママ違うって先生ごめん、ちょっとどっぽんしちゃった。先生どうぞ、いただきます。皆さん、ナイフがあったら見てみますよね、うん、あ、アスパラ、うん、このアスパラはどうやったらこの食感に、あ、茹でたの？アスパラはそう、普通に塩茹でして、色止めのために氷水に取って、うん、で使ってから、うんうん、美味しい、うですか、今季節ですからね、季節だけど、何だろう、うん、何が違うんだろう、うちの茹で方と、うん、美味しいですよね、うんうんうん、本当ですか、まあ、ありがとうございます、シャキシャキしてる、ね、うん、だからこのなんか一つ一つが多分、うん、波動がコツがあるし、やっぱり先生の波動が注入されてますね、うん、これがサーモンのムース、サーモンのムースはサーモン以外に何か入ってるんですか？サーモン以外に、バターとか入ってます、ヨーグルトとか、あ、うん、美味しい、うん、まあ、レストラン、うんうんうん、臭くない、そして、うん、ライムの汁も下がってます、ちょっとこれは教わらないとできないかもしれない、うん、でもこれね、でもこれがね、お家で、ね、出てきたらね、すごい嬉しいですよ、嬉しいですよ、お客様が来た時とかにね、うん、出したりとか、そうだね、まあ今の時期だと我が家なんかはもっぱら山菜料理で、たけのこか、まあでもほら、アク抜くのがめんどくさい以外は、うん、だいたい茹でて、上にかつお節かけて終わる、でも美味しいですよね、高そうですね、まあでも、うん、取り立ての味がワンパターンになりますよね、ああ、どうしてもそのお醤油をかけるか、なんだ、ごま油でになるか、揚げる天ぷらになるか、うん、っていう感じなので、うん、まあ、じゃあ和食としては美味しいんでしょうけど、やっぱこういうのがドレッシングで工夫することが身についたら、うん、やっぱ食卓楽しくなりますよね、うん、そうですね、覚えちゃえば、だいたいドレッシングの配分とか、うん、覚えちゃえばもう応用はできるので、うん、それをこうね、お勉強する1年コースみたいな形で去年もやってたんですけれど、うん、5月で募集と思います、たまたま新しい人募集が、あ、そうです、始まったばかりみたいな、そうですね、うん、はい、どういう方が何人いらっしゃるんですか？あ、すごいいろんな方はいらっしゃってますけど、うん、やっぱりこう、まあ、女性の社長さんとか、うんうん、あとは奥さんも普通に何もされてないけどっていう奥様とか、うんうん、
男性もいらっしゃいます。男性もいます。そう。本当にお好きな方は、男性は本当に一生懸命凝って作って綺麗に作る方もいるし、本当にあやりますっていう方もいるし、あとはなんか出来上がった頃に頑張ってワイン持ってくる人とか。ご家族います。あの男性の生徒さんっていうんですかね、それ。その生徒さんっていうか。幽霊生徒だ。幽霊部員みたいな。でも出来上がった頃に来る生徒。男性もお料理好きで上手な方結構いらっしゃいますよね。あのほらあの有名なコックさんって大体男性じゃないですか。そうですよね。女の人って味がなんかこう体調によってこう味がね変わるらしいんですよ。あの好きなものなんかがあると。男性の方が、きちっと学ぶと一定の味を常に作れるから、男性の方がね、プロのシェフが多いなんていうふうに聞いたことありましたけど、男性の方にぜひいいかもしれないですよね。なんか奥さんのバースデーとかにさ、あ絶対喜ばれます。恋人のバースデーとかにさ、ちょっとそういう日本男子もいいんじゃない。絶対もうね、そう受けますよね。受けるよね。やっぱほら女の人はさ。なんかこうほら女性がご飯作って、こう男性が食べるっていう、こう日本のねなんか当たり前の風習がありますけど、ちょっとサプライズで旦那さんとか恋人がね普段自分がやらないような食材を買って、ちょっとそういうサプライズをね、それこそ波動が上がりますよね。絶対にもう幸せですよね。もう1年間のいろいろを免除しちゃって。求めてます。今ラインとかカメラの向こうに向かって求めてます。でもいいよねそういうの、でもいますよねお料理好きで、本当にもうリタイアした後ご主人がずっと作って食べるだけっていうお友達も結構。いやそうなんですね。そう好きだよね。来ていらっしゃる生徒さんは皆さんやっぱり波動のこととかを理解されてるんですか。あ波動っていうかでも、もうとにかくいらっしゃると。美味しいって言ってすごくお話もこう盛り上がるし、まあ、そこから波動について先生が教えてくれるっていうのも何ですか、ね、波動についてっていうかスピリチュアルの話多いですね、やっぱり。さりげなくちょっとこう混ぜながらお料理も教えてっていうか、そうですね、波動の話をするっていうよりもどっちかっていうと、まあ波動が上がるお料理 ですごく本当にみんな深い話とか、結構すごく本当にみんな似たような環境で共鳴するものがあって、すごくお話で盛り上がるっていうことが多いですね。不思議な料理教室。だからただ料理を教えてくれて、じゃあ作りましょうっていうのではなく、なんか皆さんこう内面をつい話してしまったりとか、でそこでねやっぱり宇宙語をね話す人とかも何人かいて、宇宙語喋りながらヒーリングしたりとか、先生宇宙語っていうのは話そうと思って話せるものなんですか、それとも急に降りてくるものなんですか。あ私はねそれは、宇宙語の先生とここでまたイベントやって、その話せるように教えてもらった2時間やっただけで喋れるようになったんですけれど、それはねなんかそんな先生いるんですか。がいます、います。いっぱいいますよね。当たり前よ。まあほら、モノリナの知恵さんが多分そのメンバーになってたんだと思うんですけど、写真で見たんで。真夜中今いろいろ不思議な人がいますよね。でも来た方みんな喋れるようになってたので。そう。で言葉がみんな違うんですよ、それぞれ。はあ、で何所属してた宇宙の言葉みたいな、そう全然違うんですよ。やっぱ似たような言葉を話す人は、なんか先生が分かるんです。見てもらうと同じ星だったみたいな。じゃあここの教室でなんかそういうイベント、はい、もし教室に通えば、そういうイベントのお誘いも、あります、あります。シークレットをやるのもったいないけどね。環境的にシークレットなんでしょうね。縁があった人だけみたいな。そうですね。話さないですか。話してますよね。話してそうですよね。全然。あとでちょっと習いましょう宇宙語。習いましょう宇宙語。先生なんかこう話
てて、その意味もご自身で、だからその意味がね、わからないんですよね、うん、そこでチャネリングも習ったりして、そう、今そこを勉強中なんですけど、なんかエネルギーを、がなんかこう言語っていうになってるみたいなこと言ってません？うん、喋ってると、うん、なんだろう、波動が上がって、うん、なんか楽しくワクワクしてくるんですよね。うん、なんかこう中国喋りながらこういう料理作っても変な習慣ですよ。中国でなんか説明みたいな。でしょ？ここでさ、お酒を。はい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 。中語喋りますわ、ね、楽屋トークで楽屋中語そう P じゃなくて言っちゃいけないところ宇宙語でね、はい、あの楽屋トークもありますので皆さんよろしくお願いします。実はですね、楽屋トークが案外人気でですね、あの皆さんのね、キレキレのね、ロビーさんが見せていただきました。面白かったです。裏番組やる P ばっかりすいません。ひそかありましたよね。ひそかにね、あそこのあれをね、大好きな人たちがね、一部いらっしゃいますね、はい、ありがとうございます。先生まで見ていただいて恐縮です。初めて見たゆみさんの YouTube からでした。ゆみさんの B 面先見ちゃいました。 A 面ね、あれなんです。違うんですか？違うんですか？ファンになったので。そう、逆に違うの。逆に B からファンになる人が最近多くて。はい、すいません、A 面もありますんでよろしくお願いします。あの A 面はですね、松田先生のチャンネルで、そうですね、真面目に昨日も喋ってきました。松田学先生のチャンネルで、ユーサーの A 面を、はい、ぜひ見せていただきます。というわけでですね、波動が上がるお料理教室、あ、すごい、ゆみさんすごい小食なんですよ。ね、でもまだまだね、これからちょっとまた完食します、ね、うん、でもすごい、うん、進んじゃったね。進んじゃいましたね。もうだから全然、うん、もうすいません、なんかもう全然カメラ回ってるのにもう気食いになってました、ね、そうでもそれだけやっぱりあれいいお料理なんだと思います。うん、そうですね、嬉しいです。ありがとうございます。というわけで、カメラマンさんもよだれがそろそろ垂れてくる頃かと思いますので、はいはい、はい、時間って言ったけど本当に食べたいんですよ。早く引っ張っちゃおうかな、もっと。というわけで、3回にわたって波動涼子先生の波動料理教室にお邪魔しました。先生ありがとうございました。ありがとうございました。あ、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。